マックとスタバとトイザラスどうしようかなこれもい,いいっすね、この箱っていうのがまたねそう、木箱 <laughs> マイク入ってる木箱やな木箱<う>ああなるほどはい、来たあイあマイブームの話マイブームの話マイブームですよマイブームですね なんかかますかマイブームマイブームはだいぶ長い今っていうわけじゃないけど、はいあのー、古めかしいスナックに行くのが好きで<ー>そうなんかこう昭和のレトロな感じのスナックに行くのがすごい好きでなんかこう中尾君も田舎だから割と分かるかと思うんだけどちょっとなんかあのー、スナックが平均多いじゃない。多い でその中に、あのー、やっぱり若者が行く店っていうのが、まあ、3軒4軒ぐらいあったりとかしてだいぶ若者渋滞が1軒の店で起きててはい、はい、そでもそこに行くとなんかこう街柄なのか気象なのか分かんないけどちょっとなんかこうバチバチする感じというかうんなんかあいつ誰よとか目あったぞとか。<laughs> 中にはね漁師 <laughs> とかやってる人だと <laughs> すごい世界ちょっとこうグッとなる人とかいたりして <laughs>、うんまあ、それは全然あのいいんだけどでもなんかちょっと自分はそこのねそれをかいくぐってまでそこの席にインしたいなとあんまり思わなくてどっちかっていうとなんかこう品のあるお酒の飲み方をしたいなって<ー>常々思ってて。<laughs> ってなった時になんかもう自動的に。 その古めかしいレトロなスナック俺愛を込めて「ババアのスナック」って呼んでるんだけど <laughs> そババアのスナックに行くようになってかなんかこうババアのスナックに行くと全てを受け止めてもらえる気がしてくだらない話とかなんかこう俺がバーッと喋ってるのをちょっとにこやかに見ててくれるだけでいいっていうかちょっとそこで若い女の子とかだと。 あのー、昨日聞いたことを言おうとして、開始がぐわーっとこうあってこ、こう渋滞になったりとか、いろいろちょっとあったりして、噛み合わないなとか、自分のことばっかり話しする女とか <laughs>、いたりして、ちょっとなんかね、あのー、あんまり馴染めないなと思って、そうババーのスナック行くようになったんだけど、そここれババアのスナックととか行くことあるいや、最近はないですけど、それこそ僕ももう、けしに住んでた。うんうん はあてカラオケ屋がなくてはははいはい、はいだからもうそっかあれなんですよねカラオケしたいイコールもうスナックに行こうっていう流れになる、うん、もしくは釧路に行こうになっちゃうんで、うん、結構行ってましたねあ厚<ー>岸に住んでた頃はなんかこう若い人が集まる飲み屋とかもあったりするの厚岸しのは。比較的若い人が集まってるスナックはなぜかあってあ<ー>でも こうやっぱりおじいさん、おばさんとかは路地裏のスナックの方に行きたがる。で、なんでしょうね、別に若い人がめちゃめちゃタムロしてるわけじゃないですけど。うん、こう扉を開けて、見たら、意外と。こう若い人しかいなくて。<ー>謎のスナックはありました。ああ、なるほど、まあ、もう別に若い人じゃないですけど。うん,うん。そうだよね、なん、なぜか。 いつくスナックってあるよね若者が <laughs> 落ち着く <laughs> スナック落ち着きますよね <laughs> 落ち着くねすごいね僕も好きだったそでスナック <うん S 1> でもお酒飲めないんであそうだ本んにシンプルにその場の空気を楽しむことしかできないから<う>んあんまり一人では行かなかったんですけど外とひと言行ってでカラオケとか歌ってるとなんかね僕はあのおばちゃんに可愛がられ い体質というかあれらしくて、うん、結構23回ぐらいそのおばちゃん好みの歌を歌って、うん、いやーみたいになっておご、うん、ってもらったことはあうん、うん、割とでも,もうなんかなんでしょうねすごい悲しい気持ちになりますけどね。なんで悲しい気持ちって あの自分はこんな歌を歌っているんだろうね瞬間がたまに <laughs> そのおばちゃんに向けておばちゃんに向けてミシャとかそれぐらいの <laughs> そっかおばちゃんかこってりなおばちゃん完熟な670代とかそうか。 そうなのだから俺が行くのババアのスナックも <laughs> 外観はもう割と分かるようになってきて、うん、店の名前とかでも大体、うん、自分の名前政子とかよしことか書い <laughs> てたらあっそういう店だなっていうだから割とこう親切に分かりやすくてで扉を入るんだけどでももちろん得てしてそういうお店って常連さんで持ってるようなお店だから入っても常連さんがバーっといて。 でな,んならこんな20代の若者がファッと入ってって最初はもうどっから紛れ込んできたんだみたいな。うんうん、で多分、あのーまあ、若者23人ぐらいとかで俺行ったりすると若者が集まってちょっとバカ騒ぎするんじゃないかとかとか何かねちょっと飲んでこうね散らかすんじゃないかみたいな多分思われてるなっていう雰囲気はビンビン感じてて <laughs> でもそれって多分まあ結構あるあるなんだろうなと思って。うん でもお店に入ったからには俺はそのお店の子に従いたいから、うん、ファッと入ってなんかふわっとこう探り目で何飲みますって言ってとりあえずあのまず水割りは絶対マストで水割りって言えばないとこないから水割りを濃いめのね濃い水割りもらって飲んで,でとりあえずちょっと普段あんまりカラオケーは打たないんだけどスナックではあの早めに1曲入れてそこで「松山千春」とか「濃いとか入れて。 イントロのパーパーっていうのが来るとってなってあこいつそうかとここにな、あ、じ、のー、めるなと思って <laughs> っていう多分あの審査に通って「ようこそ」っつって「なるほどようこそスナック政子」っつって <laughs> 歓迎するよみたいな感じになってやっ松山千春歌っってやっとそそそそこで扉がそうそうそう <laughs> だからよく「あの z m a j o h n f カズマとかには、はい、あのいっつも「松山千春鉄板で歌う」って言って。うん ちょっとあいつ子ばっかりしてるけどこれ結構大事な儀式なの1曲目の <laughs> そこからだからもう常連さんとかもすんごいフレンドリーに話しかけてくれてあ「まあお前そっちだったのか」と「先に言えよ」と「<laughs> ラップとか歌い出す方だと思ったわ」みたいな感じで <laughs> あ「あっつみたいなそうそうそうみたいな感じでやってたらだんだんなじんできて、ね、なんかさんちょっとチークっぽい曲入れたらチーク踊り始めたりとかし <laughs> てくれてなじめるっていう。 なんかその切り崩し方も分かってきてからは断然そうだねそのバばバのスナック古めかしいスナックが好きになってきたかな<ー>ちょっと毎分確かに面白そう慎吾さんのそのでもいいっすねそのこう渡り方っていうかいやいやいや門の叩き方 <laughs> そうでもなんかそうね嫌な客ではいたくないなって思うから <laughs> ああいいなお酒飲めるようになりたいないやでも中尾くん と俺行ったら絶対今楽しいなって思いながら話聞いてたんだけど<ー>行,行きたいですね<う>スナックもうミーシャよりもっと上行こう <laughs> グループサウンズとかね GS とか行きたい GS、ね、<laughs> <laughs> いいっすねいいっすね、うん、ちょっと行きたいな今度な、はい、行きましょう行きましょう中尾君なんかマイブームはマイブームなんだろうなマイブームはあれですね。 遊戯王のアプリにめっちゃハマってます<ー>アプリアプリであるんですよ<ー>遊戯王カードができるアプリがあっああであのね世界の人と戦えるんですよもランダムなんですよ<ー>その同じタイミングでこうネットで戦いませんかみたいなボタンを押した時にこう繋がった人とデュエルできるんですよねそれに今めちゃめちゃハマってて、うん、で なんか最近あのバンドを始めたんですけど、はい、ハマってたから、はい、なんかそういうっぽい名前になっちゃったりとかしてはいはい、はい、光の,光のでもまだそのアプリには光のご夫婦出てきてないんです、ね、あそうなんだそれカードってどうやって集めるのああとパックがあるそのあアプリの中にパックがあって課金しても OK ですけど課金しなくても結構。 貯まるんですよ、ね、その<ー>買えるお金がああそういうことそういうことうだからそのそのキャラクターたちを使って神のカードとかね降臨させながら戦っていくっていう,うん、うん、あれはねだめですねでもこの年になって始めちゃうと、うん、もう抜け出せないです、ね、<laughs> <laughs> あの懐かしさで、うん、それこそ 多分多いと思うんですよ、うん、ちょっとやってたけどもう中学生ぐらいになったら恥ずかしくなってやめたっていう人が多いですけど、うん、もうスマホの中に入ってたら<ー>こっそりやってても、うん、バレないし誰にも何も言われないし、ね、エクゾリアの胴体とかね課金して買うやつがいるんだな <laughs> エクゾートフレーム <laughs> いやーそっかー、うん でもそれそうだよねただにさえコレクター要素も強いしそうですよ大会のねそのねもう白熱したしさ二つのね意味でっていうかねどっちでもこう間に合っているもんねガシガシュな、まあ、<や>イコールになるけどだからやりませんかうぞそいぞ<や> <laughs> <laughs> あ、カズマさん、カズマ、<や>シンコさんあ、そう、<laughs> 折りってたのか <laughs> カズマさんもやりません <laughs> <laughs> カズマさんもって言ってたから、<laughs> カズマもやるのかなって思ってたけど <laughs> シンコさん、もう情報,情報がさくそう、情報がさくおかしいけどいや今ちょっと興味落ちたけど、中尾君んミスったからやらない, <laughs> <laughs> いや<ー>仲間が、仲間が一人減ってしまったつきませんねいや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 